だけあってさすが立派で綺麗よね。うん、ただ綺麗なだけじゃなくてかなり堅牢な作りみたいだね。あの巨大な城門がいい例だよ。確かにあれじゃ簡単に中に入るのは無理っぽいわね。となるとあそこの兵士さんから話を聞くしかなさそうだけど、まずは地道に行ってみようか。田舎から来たばかりでお城の中を見学してみたい。ついでに女王陛下のお姿を一目でいいから拝見したい。そんな設定でいいかな。相変わらず涼しい顔してすぐ出任せを思いつくわね。いつも感心しちゃうわ。褒め言葉として受け取っておくよ。こんにちは。よう、こんにちは。グランセル城へようこそ。どういったご用かな。僕たちロレントからオート見物に来たばかりなんです。せっかくだからお城の中を見物させてもらおうと思って。ああ、なるほどね。申し訳ないがグランセル城は関係者以外立ち入りを禁止してるんだ。テロ騒ぎがあったせいでチェックが厳しくなってしまってね。まあテロリストたちが捕まれば見学も許されるようになると思うよ。そうなんだ、がっくし。それじゃあ女王様の姿を見るなんて夢のまた夢かしら。そうだな。生誕祭当日は城のテラスからいつも市民に挨拶してくださるから拝見する機会はあると思うけど。でも最近陛下もお体の調子が悪いみたいだからね。いつもの挨拶もあるかどうか。え、あの女王陛下はご病気なんですか。ああ、心労によるものらしいけど、信頼していた親衛隊にテロ事件の容疑がかけられたことがよほどショックだったみたいでね。最近は謁見の場にも現れずに女王宮で静養されているそうだよ。そうなんだ。まったく親衛隊の野郎どもめ、陛下の信頼をあだで返すとはな。普段からエリートぶっててイケすかないと思ってたんだ。でもさ、ユリア中尉はいろいろ親切にしてくれたじゃないか。俺たちみたいな一兵卒にも剣術と作法を教えてくれたし、あの人がテロリストなんてちょっと信じられないんだけど。そんなの当たり前だ。多分彼女は部下の不祥事に責任を感じて姿を消しただけさ。なんて気の毒なユリアさん。要するにこの人ってユリアさん絡みで他の隊員に嫉妬してるだけなんじゃ。うん、そうみたいだね。まあそういうわけでグランセル城は立ち入り禁止だ。悪いけどお引き取り願おうか。はあ、そういう事情じゃ諦めるしかないか。ただちょっと心配ですね。女王陛下の健康ももちろんですけど、政務の方は大丈夫なんでしょうか。ああ、その心配はごもっともだ。一応名目上の代理はいらっしゃるんだけどね。名目上の代理？文字通り名目上のだぜ。あの方ほど政務という言葉が似合わない人も珍しいからな。おいおい、口を慎めよ。まあ確かに姫様の方がよほど向いているとは思うけど。ほら見ろ、お前だって。何？おっと、お出ましのようだな。まったく、なんてることだ。とっくに予選試合が始まってる時間ではないか。フィリップ、
お前が起こさなかったせいだぞ。申し訳ございません、閣下。ですが、閣下も規則正しい生活を心がけていただきませんと、ここ数日宴会の席ばかり設けて、飲めや歌えやの大騒ぎ。ビールとドーナツを一緒にお召し上がりになりながら、朝まで劇画雑誌を読みふける。そのような調子では寝過ごされるのも無理ないかと。黙れ、フィリップ。お前の小言はもう聞き飽きた。次期国王たる私には好きな時に好きなことをする資格があるのだ。時間が惜しい。急いでグランアリーナに向かうぞ。あの、もしかして。わかってる。皆まで言うな。今のが陛下の代理として政務を担当している公爵閣下だ。は、激しく頭が痛くなってきたんですけど。まあ心配しなくても、頼もしい補佐がいるから大丈夫さ。その人のおかげで今のところ大した問題は起こっていないしね。頼もしい補佐。王国軍情報部のリシャール大佐という人でね、道楽者の公爵閣下に代わって政務を一手に引き受けてるらしい。やっぱり予想以上に王国の中枢に食い込んでいるみたいだね。まあ城内見物は無理だけど、そんなに気を落とさないでくれや。グランセルの町には他にも名所がたくさんあるからな。せっかくの王都見物だ。のんびり観光を楽しむといいよ。うん、そうするわね。親切にありがとうございました。予想以上に収穫があったわね。それにしても、あの公爵が女王様の代理をしてるなんて。実権を握っているのは多分リシャール大佐だろうね。しかも自分が黒幕であるのを周りに気づかせてないみたいだ。正直情報操作の手腕はかなりのものだと思うよ。もうヨシュアってば、敵を褒めてる場合じゃないわよ。それよりも、あの公爵武術大会に行くつもりみたいね。私たちも行ってみない？そうだね。確かに公爵の動向は調べておいて損はなさそうだ。それじゃあ決まり。グランアリーナってどっちの方角にあるんだっけ？確か東街区だったはずだよ。大通りを戻って東の方に向かおう。現在、当アリーナでは武術大会予選試合が開催中です。ご入場の方はチケットをお出しください。チケット売り場は右手の方にございます。グランアリーナへようこそ。チケットのお買い求めですか？あ、はい。2人分お願いします。本戦は明日から3日間ございますが、どの日になさいますか？本戦？あの、明日からではなくて、今行われている予選の試合が見たいんですけど。あら、失礼しました。もう半分以上試合は終わってしまったと思いますけど、それでも構いませんか？あ、いいです、いいです。それではお二人分を合わせて1000ミラになります。わ、結構するものなのね。
確か生誕祭の武術大会は割引されると聞きましたけど。大変申し訳ありません。今年はそのいろいろと例外措置が取られているみたいでして。そういうことなら仕方ないか。センミラと。毎度ありがとうございます。それではチケットをお受け取りください。グランアリーナの入り口は左手正面にございます。そのチケットを入り口の係員にお見せください。現在当アリーナでは武術大会、ご入場の方はチケットをお出し。はい、結構です。それではお入りください。広間ね。ここは玄関ホールだね。どうやら観客席は2階にあるみたいだ。うん、行ってみましょう。うわー、いっぱい入っているわね。うん、すごい熱気だね。予選からこの数っていうことはかなり大きなイベントみたいだ。予選試合どこまで進んでいるのかな。お待たせしました。これより第7試合を始めます。は、始まったみたい。それじゃあどこか空いてるところに座ろうか。南青の組、国境警備隊第2連隊所属、パウル少尉以下4名のチーム。あれ、試合って1対1じゃないんだ。うん、団体戦だったみたいだね。僕の記憶だと確か個人戦だったはずだけど。来た、赤の組、遊撃士協会グランセル支部、クルツ選手以下。あ、カルナさんたちだわ。危なく見逃すところだったね。これより武術大会予選第7試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。宝術ら抜けぬこと鋼のことし、宝術だやかなること白波のことし。勝負あり。赤の組クルツチームの勝ち。やったー、すごいわカルナさんたち。うん、いい勝負だったね。軍人たちもいい動きだったけど、連携攻撃と役割分担のうまさで遊撃士チームには及ばなかったな。うんうん、戦い方の参考になりそうね。いやー、なんというかこう武術家としての血が騒ぐわね。お城に行くのは後回しにして、最初の方の試合が見たかった。気持ちはわかるけど、そこを我慢するのが一人前の遊撃士じゃないかな。ふんだ、どうせ半人前ですよーだ。続きまして、これより第8試合を始めます。なおこの試合をもちまして予選試合は終了となります。南青の組チーム、レイブン所属、ベルフ選手。
の連中、ルーアンの倉庫街にいた不良グループのメンバーだね。なるほど、普通の民間人にも開かれている大会なのか。はあ、場違いもいいとこだわ。戦闘や武術のプロが集まってるのに、あんな連中が叶うわけないじゃない。来た、赤の組、隣国カルバロ共和国出身、武術家人以下1名のチーム。ジンさん、また知り合いか。世間は狭いって感じだね。でも一人で出場なんてさすがに不利だと思うけど。確かに、いくら相手がチンピラでも囲まれちゃったらまずいかも。ジン選手は今回の予選でメンバーが揃わなかったため1名のみでの出場となります。著しく不利な条件ではありますが、本人の強い希望もあったため今回の試合が成立した次第です。皆様どうかご了承ください。これより武術大会予選第8試合を行います。両チーム開始位置についてください。双方構え、勝負始め。勝負あり、赤の組ジン選手の勝ち。やっほー、さすがジンさん、圧倒的。余計な心配だったみたいだね。あの巨体で動きも速いし技のキレも凄まじいものがある。ただ、さすがに本戦になったら1対4は難しいとは思うけど。確かに。ただいまの試合をもちまして予選試合は全て終了となりました。本戦出場チームは8組。明日から3日間にわたって開かれるトーナメント戦で優勝チームを決します。それでは最後に大会主催者であるデュナン公爵閣下から挨拶があります。ぬはん、あー、親愛なる市民諸君よ、本日はわざわざの観戦ご苦労だった。私は残念ながら政務で忙しかったため前半の試合を見逃してしまったが、後半から見た試合はどれもレベルが高く非常に楽しませてもらい、また興奮した。最近テロ事件に陛下の健康不調と深刻なニュースばかり続いているが、だがどうか安心してほしい。陛下から政務を託されたものとしてこのデュナン・フォン・アウスレーゼ、身を粉にして諸君らの期待に応えよう。そしてこの武術大会の活気が諸君らの気持ちを明るくするのに役立ってくれればと思う次第である。明日からの本戦をどうか楽しみにしていてほしい。あの公爵さんにしては言ってることがまともすぎる。多分情報部のスタッフが文面を考えているんだろうね。おお、そうだな。大会の優勝者には賞金とは別に私からプレゼントを用意しよう。かっか、勝手によろしいのですか。うるさい、
黙っておれ。私の気前の良さを見せるいい機会だ。そのプレゼントとは、3日後にグランセル城で行われる宮中晩餐会への招待状である。陛下は残念ながら出席されないが、各界の名士が集う最高の晩餐会だ。王侯貴族にのみ許された最高の料理ともてなしを約束しよう。今日勝ち残った出場者はどうか励みにして頑張ってほしい。ねえヨシオ、カルナさんたちに会っておいた方がよくない？うん、僕もそう思う。彼らが優勝できたら正々堂々とグランセル城に入ることができる。例のことを女王陛下に伝えるチャンスだってあるかもしれない。そういうことだね。うん、博士の依頼を他人任せにするのは嫌だけど、こだわっている場合じゃなさそう。僕は依存ないよ。まだ帰ってないかもしれないし、選手用の控室に行ってみようか。うん、そうね。確かカルナさんたち北側のゲートから出てきたっけ。うん、いるとしたら北の方にある控室だと思う。カルナさんたち予選突破おめでとう。あ、新人君たちだ。おや、あんたたちか。よう、ひょっとして試合を見に来てくれたのか。はい、ちょうど先輩方の試合を見ることができました。すごくいい試合でしたね。ありがとう。そう言ってくれると嬉しいよ。今回はいきなり団体戦に変更されたから戸惑ったがね。うんうん、本当に焦りましたよね。私たちはまだいいさ。なんとかメンバーも揃ったんだ。ジンの旦那なんか正直困ってるんじゃないかね。あ、カルナさんたちもジンさんの知り合いなんだ。ま、知り合って間もないけど名前だけは知っていたからね。不動のジンって言って共和国じゃ有名な遊撃士なのさ。どうやら武術大会に出るためにリベールにやってきたらしいが、さっきも言ったように大会が個人戦から団体戦にいきなり変更されてしまったんだ。これが例の公爵閣下の思いつきだったらしくてな。で、ジンの旦那は仕方なく一人で登録する羽目になったわけさ。そうだったんだ。まったく、あの公爵ってばろくでもないことばかりするわね。違いない。しかしこのまま彼の実力が発揮されないのは惜しすぎる。だな、無名でもいいからある程度戦えるやつがいれば。ほう？おや？うん、いいかも。うん？なんなの？まじまじと見ちゃって。いや、物は相談だが、君たちジンさんに協力して本戦から出場してみないか？本戦からの参加ってそんなの大丈夫なんですか？まあ、いきなり個人戦から団体戦に変更されたわけだからね。ルールも固まっていなくてある程度の融通は効くらしいのさ。ジンの旦那も遊撃士の助っ人が他にいないかエルナンに頼んだみたいだな。ただシェラザードは忙しいらしいし、アガットのやつとは連絡が取れない。他の連中も似たようなもんらしいぜ。カシウスさんに至っては国内にいないみたいですからね。まあ、あの人とジンさんが組んだら反則っていう気もしますけど。我々程度では万が一にも勝ち目はないだろうな。そういうわけだから前向きに考えてみたらどうかな。今日中にジンさんと決めれば明日の選手登録に間に合うはずだ。うん、おっと、長話しすぎちまったようだね。それぞれ依頼も抱えているし、私たちはこれで失礼するよ。バイバイ、新人くんたち。試合場で手合わせできるのを楽しみにしてるぜ。どうしよう、エステル。仕事の相談をするつもりが変な話になっちゃったけど。エステル、大
丈夫？来た、来た。来たー！そうよ、そうなのよ。やっぱりそう来なくっちゃ。あー、エイド様、大いなる加護感謝いたします。エステルが壊れた。考えてもみなさいよ、武術大会に出られるのよ。困ってるジンさんに協力できる。私たちは城に堂々と入れる。ついでに白熱したバトルもできる。これぞまさに一石三鳥。そんなに出たかったのか。まあ優勝できると決まったわけじゃないけど、僕たちの手で依頼を達成できる可能性が出てきたのは嬉しいな。うんうん、なんといってもそれが大きいよね。こうしちゃいられない。早速ジンさんに頼んでみるしか。ところでジンさんがどこにいるのか知ってるのかい？そういえば。まったくもう、ちょっとは落ち着きなよ。とりあえずギルドに戻ってエルナンさんに報告しておこう。彼だったらジンさんがどこにいるかも知ってるはずだよ。なるほど、確かにジンさんから遊撃士の助っ人は頼まれていました。あなたたちは博士の依頼があるのであえて紹介はしなかったのですが、公爵閣下の気まぐれのおかげで依頼と大会が重なったわけですね。結果的にだけど公爵のわがままに助けられちゃった。武術大会への参加、エルナンさんはどう思います？そうですね、打てる手は全て打っておくという意味では試してみる価値はあると思いますよ。クルツさんたちに相談するのは彼らが優勝した時でいいでしょう。あなたたちは全力で挑戦してみてください。やった、そう来なくっちゃ。早速だけどジンさんがどこにいるのか教えてくれる？普段はこの建物のすぐそばの酒場にいるみたいです。あと、オートでの滞在先はカルバード大使館だそうですよ。なるほど、ジンさんの祖国の大使館ね。共和国大使館はアリーナと同じ東街区にあるはずだよ。あと、そこの酒場も覗いてみた方が良さそうだね。うん、オッケー。ああ、そういえばあなたたちはオートに滞在中どこに泊まるおつもりですか？多分ホテルになると思うけど。確か王国最大のホテルが北街区の方にありましたよね。ええ、ホテルローエンバウムです。差し支えなかったら私の方で部屋を取っておきましょうか。ミラもオート支部が持ちますよ。いいの？さすがにそこまでしていただくわけには。博士の依頼についての必要経費として認めましょう。このくらいしかできなくて申し訳ないのですが。うん、とても助かっちゃう。そういうことならお言葉に甘えさせてもらいます。では私の方からホテルに予約を入れておきましょう。夕方以降フロントで名前を言えば部屋に案内してくれるはずですよ。レコードじゃないね。中で誰かが弾いているみたいだ。このメロディーどこかで聞いた覚えがあるんだけど。なんか嫌な予感が。やっぱりオリビエか。でも演奏家なんてただの自称かと思ってたけど。かなりの腕前みたいだね。プロの演奏家を名乗るだけはあるんじゃないかな。うん、ちょっとジーンときちゃうかも。今のは琥珀の愛と言ってね、
本来はオペラに使われる間奏曲でしかないのだけど、そこはそれ、愛と真心でカバー、尽きせぬ愛とともに君たちに送らせてもらうよ。相変わらずのマイペースっぷりね。感動して損した気分だわ。お久しぶりです、オリビエさん。オートに来ていたんですね。それはもちろん、大河にこぼれた人魚の涙が海にたどり着くように。こうして僕は黒髪の王子様と感動の再会を果たしたわけさ。本当に相変わらずですね。ああ、はいはい、戯言はそのくらいにして、私たちを席に案内しなさいよ。キザな格好してるくせに気が利かないったらありゃしない。エステル君、なんだか手強くなってない？確かオリビエ、知らねえと一緒にロレントの方に行ってたわよね。いつからオートに来てるの？1ヶ月前くらいかな。君たちと別れてからロレントの街でシェラ君と共にしばらく甘いひとときを過ごしたのさ。だが所詮僕は漂白の詩人にして演奏家。シェラ君が涙ながら引き止めるのを振り切って麗しのオートまで流れてきたわけだよ。なんというか信憑性ゼロの話ですね。大方シェラ姉の酒に毎晩付き合わされた挙句、たまらず逃げ出したんでしょう。ギグ、あとアイナさんにまで酒を付き合わされちゃったとか。あれ、オリビエってばアイナさんのこと知らないの？シェラ姉の親友でロレント支部の受付やってる人なんだけど、上場見度で言えばシェラ姉をも上回るという。やだな、エステル君、そんな名前の人なんか見たことも聞いたこともないよ。声が完全に裏返ってるんですけど。エステル、そのくらいにしといてあげなよ。辛い、とても辛いことがあったんだと思う。ブツブツ、まさかシェラ君以上に底なしだったなんて。はあ、穏やかに微笑みながら注ぎ込むのはやめて。フラッシュバック。アイナさん最強伝説が着実に出来上がりつつあるね。まあそれはともかく、君たちは他の地方を回りながらオートまで来たんだろ。何か面白いことはあったかい？いっぱいありすぎて簡単には説明できないかも。それに今人探しをしてるから、今度会った時でもいい？へえ、一体誰を探してるんだい？ジンさんといってカルバード共和国から来た武術家の遊撃士です。よく酒場に来ているらしいんですけど、オリビエさんご存知ありませんか？ああ、あの熊のように大きな御人か。何度かお目にかかったことはあるけど、今日はまだ見かけていないね。そっか、今日は酒場には来ないのかな。カルバード共和国の大使館にいる可能性が高そうだね。早速行ってみるとしようか。だから何自然の流れでついてこようとしてんのよ。釣れないことを言うもんじゃないよ。旅は道連れとも言うし、僕も人探しを手伝おうと思ってね。それとも邪魔されたくないのかな。な、いやはや、ういういしいったらありゃしない。つぼみであることを自覚したばかりで咲くのを恐れためらう乙女。いい感じで色気が出てきたみたいだね。何を言ってるんですか？それはね、セイアーリー！うわぁ、なんだ？お客さん！ダメじゃ、白目を向いているわい。エステル、何を怒ってるのか知らないけど、ちょっとやりすぎなんじゃ。インパクトをずらして派手に吹き飛ばしただけだもん、大したダメージじゃないわよ。エステル君のテレアさん、確かに大丈夫そうだね。ほらほら、人探し再開。グズグズしてないで、とっとと大使館に行くわよ。なんで僕まで怒られるんだろう。
おっと、こちらはカルバード共和国大使館っす。何のご用すか？ここに泊まっているジンって人に用があるんだけど。お手数ですが、取り継いでいただけますか？ジンさんに会いに来たんすか？俺、最初あの人を見たとき、少しちびりそうになったんすよね。オートの真ん中でクマがとか思っちゃったっすから。ジンさん大きいもんね。でも話してみると気さくでいい人なんすよね。交代前で腹すかしてる時に肉まんを差し入れしてくれたし。うんうん、頼りになる兄貴って感じよね。それでジンさんに取り継いでいただけますか？ああ、それなんすけど、ジンさんさっき帰ってきてからまた出かけちゃったんすよね。武術大会の本戦に備えて修行の場所を探してるみたいで。修行の場所？さすが本格的なのね。具体的にはどこに行くとか言ってませんでしたか？郊外にあるエルベ周遊道に行ったみたいっすね。森の中にある公園って感じだから静かで修行に持ってこいらしいっす。エルベ周遊道か。僕たちも行ってみようか。もちろん、早いとこ相談しなくちゃ。ああ、周遊道に行くんだったら一つ気をつけてほしいっす。奥の方にエルベリキューっていう王家の建物があるんすけど。あ、それ前に聞かされたわ。テロ事件の対策本部にするため軍が立ち入り禁止にしてるんですよね。なんだ、知ってたっすか。あそこに詰めてる連中はいろいろうるさいから注意するっす。近寄らないのが一番いいっすね。いろいろうるさい連中か。目をつけられたらやだし、なるべく近寄らないようにするわね。ご忠告ありがとうございます。エルベ周遊道か。森の中なのに石畳があるなんてちょっと面白いわね。オート市民の憩いの場所としてずいぶん昔に作られたみたいだよ。ざっと数百年は経ってるんじゃないかな。さすがは女王様のお膝元ね。でもなんだか魔獣の気配がプンプンするんですけど。さすがに鋭いね。多分さっきの通りよりも危険な魔獣がいると思う。気を抜かないでジンさんを探そう。
人の悲鳴？奥の方だ、急ごう。ああ、助けて、誰か助けてください。シスター、もう大丈夫だからね。危ないですから、下がっていてください。終了、先に進もう。なかなか手ごわかったわね。シスター、大丈夫だった？ はい、おかげさまで。あなた方は一体？僕たちは遊撃士協会の者です。人を探している途中であなたの悲鳴を聞いたので。そうでしたか。大丈夫？なんだか元気ないけど、ひょっとして怪我でもしてるの？いいえ、おかげさまで無事でしたわ。私、王都の大聖堂に勤めるシスターエレンと申します。本当にありがとうございました。お礼には及びませんってば。それにしても、聖職者の女性がこんな場所で一人きりでいるなんて。お連れの方とかはいらっしゃらないんですか？ええ、私一人きりなんですの。実は大聖堂で調合に使っているハーブを切らしてしまって、お店でも品切れだったので、つい摘みに来てしまったんです。あ、危ないわね、こんな魔獣だらけなのに。いえ、普段はここまで魔獣は多くなかったのですが、どうやら最近になって増えてしまったみたいで。何よこいつら。どうやら騒ぎを聞きつけて集まってきたみたいだね。さすがにこの数は厄介だな。うん、いざとなったらシスターだけでも逃がさなきゃ。よう、お困りのようだな。あ、じいさん。よかった、気づいてくれたんですか。へへ、誰かと思えばお前さんたちか。ま、積もる話は後回しにして、とっととこいつらを片付けちまうぞ。うん、了解です。やれやれ、おかげでいい汗かいちまった。しかし、お前さんたちとここで会えるとは思わなかったぜ。サイスの方で仕事をしてたんじゃねえのかい？確かにあれからそんなに経ってはいないかもね。実は僕たち、サイス支部からグランセル支部に移ったんです。おお、そうか。ってことは例の誘拐事件、なんとか解決できたみたいだな。あの毒を食らった赤毛のあんちゃんは元気かい？うん、もうピンピンしてるわ。おっと、こいつは失礼。おっ、おいおい、えらくべっぴんさんじゃねえか。お前さんたちの連れかよ。いえ、僕たちもさっき知り合ったばかりですけど。まったく、鼻の下を伸ばしてみっともないわね。キリカさんに言いつけちゃうわよ。うっ、俺はただ客観的な事実をだな。ってなんでそこにあいつの名前が出てくるんだよ。危ないところを本当にありがとうございました。皆さんは命の恩人ですわ。
やいや、お気になさらずに。男として、武教の道に生きる者として。と、まあ、何をカッコつけてるんだか。ジンさんって実は女の人に弱かったのね。なんとなくらしい気もするけど。お前たち何をしている。え、こんな人気のない場所で密談すると怪しい奴らめ。もしやテロリストではないだろうな。誰がテロリストよ。あんたたちの方が。僕たちは遊撃士協会グランセル支部に所属するものです。先ほどこちらのシスターが魔獣に襲われていたので保護していました。何、遊撃士だと。あの、その方たちのおっしゃることは本当です。私、薬草を摘みに来て魔獣に襲われそうになって。ついでに言えば俺も遊撃士でね。確かあんたたちの仲間とは予選で顔を合わせてるはずだが。カルバードの武術家、あの一人で戦っていたやつか。ふん、身分だけは確かのようだな。今回ばかりは見逃してやろう。だがここはエルベリ宮の近くだ。用もなくうろつかないでもらおうか。それとシスター殿、あなたのことは自分たちが王都まで送っていきましょう。遊撃士風情の手を借りるまでもありません。でも私むっかー。ちょ、さっきから聞いていれば失礼なことばっかり言って。エステル、いいから以後気をつけますから多めに見ていただけると助かります。ふん、まあいいだろう。お前たちは所詮民間人だ。己の部をわきまえるのだな。さ、シスター殿、行きますよ。あ、はい。あの、皆さん本当にありがとうございました。何様のつもりよ、あいつら。王国軍の情報部に所属する特務部隊とかいう連中だな。腕は立ちそうだがどうにも陰険そうな連中だね。ああいうのは陰険っていうよりも性悪っていうのよ。って、あれ、どうしてジンさんがあの連中のことを知ってるの。ああ、武術大会の予選で連中のチームが出場してたんだ。その時にそう紹介されててな。あの連中が出場？隠密活動をしていた連中が堂々と姿を見せるなんて。多分存在を隠す必要もなくなったということだろうね。ま、因縁をつけられる前にとっとと町に退散するとしようか。そういやお前さんたちどうしてこんなところにいるんだ。あ、肝心なこと忘れてたわ。それが実はジンさんのことを探してたのよ。あ、俺を。実はジンさんにお願いしたいことがあるんです。武術大会のことなんですけど。なるほど、そういうことかい。一つ聞いておくが、なんで武術大会に出たいんだ。予選を見てたら体がうずうずとしてきちゃって、手強い相手と思いっきり戦いたくなっちゃったのよね。僕たちは声優劇士を目指して王国各地を旅してきました。今までの修行の成果を試してみたくなったんです。いいぜ、一緒に組むとしようや。明日大会が始まる前に選手登録をすれば大丈夫だ。やったー。で、即答しちゃってもいいわけ。お前さんたちの腕前は前に見させてもらってるからな。助っ人としては十分すぎるぜ。ありがとう、ジンさん。私精一杯頑張るから。よろしくお願いします。こちらこそよろしくな。しかし一人でどこまで通用するか挑戦してみるつもりだったが、助っ人が加わったからには優勝を目指さないと話にならんな。もちろんよ、出場するなら優勝あるのみ。でもそうなってくると一人足りないのは苦しいですね。団体戦の定員は4人ですから。あ、そっか、一人足りないことになるわね。でもま、そこはなんとか気合で乗り切るしか。いや、上を目指すんだったら準備は万全にしておくべきだぜ。戦いってのは
拳を交える前からすでに始まっているもんだ。確かにそうかも。こういう時に知らねえがいてくれたら心強いんだけど。ねえ、エルナンさんに頼んでロレントに連絡してもらわない？でもシェラさんもかなり忙しいと思うよ。父さんも僕たちもいないから、ロレント支部は手薄だと思うし。そうでした。もう誰でもいいから協力してくれる人いないかしら。その言葉を待っていたよ。出たわね、このスチャラカ演奏家。まさか2階に潜んでいたとは。ひょっとして今の話聞いてたんですか？余すことなく聞かせてもらったよ。これは僕の出番だと思ってね。あ、ちょっと何勝手に座ってんのよ。確かピアノを弾いてる演奏家の兄ちゃんだったな。お前さんたちの知り合いか？知り合いっていうか、早くも腐れ縁というか。まだ知り合ってそんなに経っていないのにね。僕はオリビエ・レンハイム、エレボニア出身の旅の演奏家さ。エステル君とヨシア君とは前にある事件で知り合ってね。それ以来ただならぬ関係なのさ。誤解を招く言い方はやめい。ああ、よくわからんが俺の方も名乗っておこうか。ジン・バセック、カルバード出身の遊撃士でウーシューの道を志している。あんたのピアノにはいつも楽しませてもらってるよ。お褒めに預かり光栄至極。僕の方も大会予選でのあなたの武勇は耳にしている。4人を相手にしてたった一人で圧勝したそうだね。素人相手で運が良かっただけさ。で、その演奏家さんが俺たちに一体何の用だい？ちょっと待った！オリビエさん、一つ確認しておきますが、ひょっとして最近かなり暇だったりしますか？さすがヨシア君、鋭い質問じゃないか。オートに来てから一月余り、一通り観光をしてしまって、残るはグランセル城ぐらいだが、無粋な兵士が入れてくれない。他の地方にも行ってみたいが、生誕祭が迫っているから今オートを離れるのも忍びない。要するにかなり暇だと。そこに降って湧いたような定員が一人足りないという話。まさに女神の典型と言えよう。はあ、そんなことだろうと思いました。というわけで僕も武術大会の仲間に入れてくれないかなって。いいんじゃねえのか？ちょっとジンさん、そんな簡単に。オリビエがどういう戦い方をするかも知らないんでしょ。獲物は動力銃だろ。戦術の幅も広がるし、いいチームになると思うがね。これは驚いたな。やはり脇の下の膨らみと歩き方で分かってしまうものかな。それと視線の動かし方だな。武術家だろうが剣士だろうが、動く対象の捉え方は線だが、あんたは相手の動きをポイントごとに捉えている。呪術界に特有の視線の動きさ。ひょえ、プロだわ。なるほど、確かに理屈ではそうなりますね。ふむ、今後気をつけておくとしよう。で、その達人の目から見て僕は合格ということでいいのかな？ああ、よろしく頼むぜ。一抹の不安は残るけど。オリビエさん、よろしくお願いします。ふぅ、お腹いっぱいになっちゃった。あの二人、あれだけ食べといてまだ飲み食いしてるなんて付き合いきれないわ。もうジンさんはあの体格だし、オリビエさんも健談家だからね。明日の試合に差し障りがなければ大丈夫なんじゃないかな。確かに二人とも心配するだけ無駄な気がしてきた。さてと、僕たちはそろそろ北街区にあるホテルに行こうか。エルナンさんが部屋を予約してくれているはずだよ。こんばんは。ようこそホテルローエンバウムへ。お泊まりのお客様でいらっしゃいますか？はい、私たち遊撃士協会の者なんですけど。部屋を取ってもらっていると聞いているので、
確認していただけますか？おお、あなた方のことでしたか。ええ、確かに受けたまわっております。はあ、助かっちゃった。エルナンさんに感謝だね。エステル様とヨシュア様ですね。失礼ですが、遊撃士協会の手帳を見せていただけますか？あ、ちょっと待っててください。はい、確かに。それではこれをお渡ししておきます。階段を2階に上りまして、左手奥の部屋でございます。何かご用がありましたらフロントにお申し付けください。